こんにちは、アンジェリック・エトワール、実況続きをやってまいりましょう。まだ、オープニングというかプロローグのところだと思いますけれども、ダンジョンチックな庁舎の扉をいくつか選んで開けていったところ、クラビス様が出てきて、思えばこれが運命だということに気づかなかったそうなんですけれども、その話です。行きましょうか。じゃあ続き、あれ、下の方にはめ込んであるの、真ん中に宝石の散りばめられた首飾り。うん、ブレスレット。ほうほう、ブレスレット。あ、光り出した。キャー、はい、光り出しましたね。新たな世界が創生の危機に陥るとき、一人の少女が輝き出る。そのもの、伝説のエトワールなり。エトワールは潮時翼を借りて飛翔し、星々の嘆きに耳を傾け、大いなる天空 の守り人らを導ききて、共に新たな世界の礎を築く。使命を成し遂げし、エトワールには聖なる天使を名が与えられるであろう。エトワール。うわー、なんか出てきた。あ、いたたた、下草方ぶりに石板から出てみれば、節々の痛むこと、夜年並みには加点の、かわいいけど、喋り方が、浮いてる、浮いてた。ん？お主がわしの相棒になるのか？何やら頼りない風情だの。喋ってる？うさぎが、喋ってる？うさぎでしたね、これ。うさぎかどうかもよくわからなかったけど、なんじゃと？わしのどこがウサギじゃ？この前足は？この後ろ足は？耳も尻尾もどっから見てもウサギだけど。なに？お主じゃな？お主がわしをこんな姿にしたんじゃな？あなたの本当の姿は何だ？知らないもん。いくら石板の神器を自由にできる唯一の存在だから、じゃからといって、それはひどい、ひどすぎるぞよ。どうしたんだ、もう困ったな、本当に知らないのに。ちょっとクラビスさん、なんか言ってあげてくれ。あ、やったギャルが来たよ、ギャルが。聞きましたよね、クラビス様。ギャルだな。基盤に選ばれるなんて、あなた本当に伝説のエトワールなんだね。エトワール？ごめんごめん、大騒ぎしちゃって。まずは自己紹介するね。私はレイチェル、よろしくね。ユエコ、名前、ユエコのこと知ってるね。私の名前を？社会見学なんて言って、あなたたちを主政連れてくるようお願いしたのは私なんだ。どういうことですか？ちょっと長くなるけど、あなたに分かるように説明するから聞いてね。分かった。この宇宙がなんて名前だか知ってる？知りません。宇宙に名前なんてあるんですか？神長の宇宙。ああ。それがこの宇宙の名前だよ。はい、失礼しました。神長宇宙で。そしてこことは別にもっと若い生まれたばかりの宇宙があってね、聖獣の宇宙って言うんだけど、私はそこの女王補佐官なんだ。聖獣の宇宙、作品で言うとスペシャル2以降ですね、トロワにかけて。女王補佐官？あなたが？らしくないでしょう。でも本当だよ。それでね、聖獣の宇宙は今大変なことになってる。聖獣の宇宙はたびたび大変なことになりますよね。あなたに助けてほしいんだ。黙って連れてきて試したりしてごめんなさい。でもどうかお願い。待ってください。どうして私なんかに？
君は声がなくてかわいそうだね。それはわしが話してやろう。その聖獣の宇宙とやらに人間が生まれておらんじゃろ。だから大変なのじゃよ。あ、生まれてないの。え、どういうこと。生まれて間もない宇宙には女王を助け支える守護星となるべき人類がまだ誕生しておらん。あ、いないの今。あ、で今あれか、臨時で身長の宇宙の守護星が行ってるみたいな状況なのかな。そうだったね、もともとそうだったね。でも補佐官様は、私も女王陛下もあなたと同じこの身長の宇宙で生まれたんだ。そうだったんですか。そして人類が生まれる直前には独力で宇宙を支える女王にかかる心身の負担は絶大となる。まあよくあることなんじゃが、そんな危機の時代に必ず現れるのが伝説のエトワールじゃ。女王を助ける伝説の力を持ち新たな宇宙の未来を開くのじゃ。で、伝説のエトワールってまさかそれが私だっていうの。よく聞いて、この石板は遠く遥かな古代この宇宙が生まれたばかりの頃に作られたものなんだって。うん、昔々この宇宙を救ったエトワールの物語が刻まれてる。そうして今長い眠りから覚めて石板はあなたに反応した。あ、なんかウサギが飛び出てきたのが反応に当たるのか。見ての通りじゃな。私は信じるよ。あなたが私たちの宇宙の危機を救ってくれる新たなエトワールなんだって。お願い、私と一緒に来て聖獣の宇宙を、女王陛下を助けて。私どうしよう。守護星様と親しくなれるかも。未知の経験にワクワク。女王陛下助けてあげたい。なるほどね。これもなんか、何かに関わるんでしょうけれども。どうしようか。まあでもね、そういうことを言われてさ、一番上はさすがに、ちょっとね、下心湯気子から始まりたくはないよね。まあでも、レイチェルはね、主人公、女王の湯気子、先代の湯気子と親友だからさ、すごい響いてきましたね、こちらの心に。女王陛下を助けてあげてっていう言葉を聞かれたらさ、こちらとしての一番の気持ちはやはり一番下でしょうね。聖獣の宇宙の女王陛下は今とっても辛いんだろうな。私にできることなら助けて差し上げたい。よし、やるだけやってみよう。細かいことは後から考えればいいのよ。もう思い切りの良い湯気子だね、本作。お、決心がついたようじゃの。はい、レイチェル様、私お手伝いします。何ができるかわからないけど一生懸命頑張ります。ありがとう。あなたってとっても素敵な女の子、大好きになっちゃった。そんな照れちゃいます。かわいい。で、早速だけど今から聖獣の宇宙に行けるかな。今から、え、今すぐ。だって両親に話さなきゃね。え、昨日誕生日のお祝いしてくれたあの優しい家族。その点は大丈夫。大丈夫か。こちらの聖地からご家族にも学校にも話をつけとくから。本当かい。お手伝いは今日から1年間ってことでどう。一緒に頑張ろうね。なるほどね、1年間契約、非正規雇用ですかね。非正規、女王にはならないのかな、補佐になるのか。非正規エトワールってことか、つまり。はい、よろしくお願いします。こらこら、わしを忘れるな。わしは石板の神器じゃ。かつてこの宇宙の危機も救った経験豊富なプロじゃぞ。あれ、そんなのいたっけ。石板、あ、神器だって。石板の神器って名前なの。超古代遺産であるこのわしに名前などないわい。はい、違った。それじゃあ私、昔飼ってたウサギの名前をつけます。コンスタンタンって。なに、略してタンタンね。
コンスいらないねじゃん。オッケー、それで決まりだね。最初からコンスいらないよね。勝手にわけのわからん名前をつけるな。まあまあ、あなたたちこれからコンビを組むんだから仲良くやってね。あ、話は終わったのか。あ、グラビス様、すっかり忘れ、あ、いえ、失礼しました。いいか。はい。あ、はい。こちらの者たちを紹介するとしよう。おお、ついちゃった。一見の目いきなり。あ、ようこそ運命の子よ。旅立つあなたに心からの祝福を送りましょう。新潮の女王、これ偉大なる初代ユゲコだよこれ。あれ、大人になった。そして私たちの持てる力であなたと聖獣の宇宙のために尽くすことを約束するわ。美里さんだ、大人になったね、二人とも。もうあの頃のさ、ね、上皇補正だった頃が懐かしいと思うぐらい、なんか落ち着きを身につけてるよね、二人とも。ここはどこ？この人たちは一体？我が新潮の宇宙の聖地だ。よく来たな。伝説のエトワールよ。しましたね、ジュリア様。ん？アニメーションか。おお。なんかもうここでエンディングみたいなアニメーションでしたけど。驚かせてごめんね。驚いたよ。何今のアニメーション。確かに聖地なんだ。みんな決めてたけど。三つの扉は主星の生徒から聖地へあなたを運んだってわけ。三つの扉から主星の生徒から扉、主星の生徒から聖地へ。だからあの三つの扉の選び具合が何か関わるんだろうけどね。ようこそ。私は。この新潮の宇宙の女王です。私は女王補佐官のロザリア、そしてこちらの皆様が誇りを与える光の守護星ジュリアスだ。そなたはこの新潮の宇宙を代表してゆくのだ。それを忘れぬよう。安らぎをもたらす闇の守護星クラリスだ。アンジェリークのとても面白いところだよね。あの、闇は安らぎであるっていうこととかさ、クラリス様みたいな人がね、
安らぎを司っているってのがなかなか趣深いところがありますよね。俺は勇気を運ぶ風の守護星ランディ、困ったことがあったら何でも相談してくれよ。うん、ちょっと大人びましたねランディ様は。お久しぶりです、ハチマキ。私は優しさをもたらす水の守護星リュミエールです。大変なお役目ですが頑張ってくださいね。うん、さあ優しいですね、どう見ても優しいリュミエール様。さあ今回は何かを巻いてますね、本作は巻いてるんだね。いや、さっきのお嬢ちゃん、そうだったな、澄んだ瞳をしているな。全てを投げ出したくなる。俺の名はオスカ、強さを与える炎の守護星だ。はい、初めて会った人ですね今回。やっぱり君だったんだね。こんにちは、これからどうぞよろしくね。僕はマルセル、豊かさをもたらす緑の守護星だよ。はい、マルセルさん。清さをもたらす鋼の守護星ゼベルってんだ。伝説だかなんだか知らねえが、まあほどほどにしとけ。まあ、作品ごとに一番変化があるのはこのゼフェル様かもしれませんね。まあ、今回は頭に巻いてますね、大きく。お互い肩肘張らずに気楽に行こうよね。私は美しさを与える夢の守護星オリビエ。はい、来ましたオリビエ様。まあ、今までのプレイであまりオリビエ様と仲良くなれないんですよね。さあ今回どうなるでしょう。あなたの勇気ある決意に私からもお礼を言わせてください。私は知恵を与える地の守護星ルバです。うん、来ましたね、アンジェリーク界のヤンウェンリーことルバ様。何を隠そう一番好きな守護星様です。あの方、あ、この方たちが守護星様。守護星様方にはこれから星中の宇宙のために協力していただくことになるんだ。うん、今星中の女王陛下は宇宙の安定を維持するのに精一杯で、発展のために必要なサクリアをコントロールできなくなってるから。星中の女王はユゲコレットですね。それってどういうことか分かる？女王陛下がサクリアをコントロールできないって分かりません。発展のバランスが悪くなります。まあ、分かった口を聞こうか。サクリアが行き届かないと宇宙の発展のバランスが悪くなってしまいますよね。そう、その通りだよ。もうすでにそうなりかけてる。うん、だからこちらの守護星様方に必要なサクリアを送っていただこうとしてるんだけど。してるんだけれども、誕生したばかりの頃はともかく、今の星獣の宇宙は広すぎて別宇宙からの力は届かないんだ。育成の旅ごとに守護星の皆様に星獣の宇宙まで出向いていただくわけにもいかないし。うん、なるほどね、そこであのアニメーションであったあの腕時計型のあれを使うんだね。ん、なんだ、宇宙を育成するのにサクリアの運び方がわからんというのじゃな。昨夜の運び方ってこの知らないっす、すいません知らないっす。それって何のこと、タンタンは知ってるの。わしゃこういう場合のお助けのプロじゃと言うだろ。この9つのトゥルージェムかな、トゥルージェム、もうタンタンと呼ばれることには突っ込まなくなったね、このタンタンは。あら、うぎゃ、首輪になっとる。首についてた。あ、本当だ、首輪に9つの宝石がはまってる。これをどうするの。ウサギにされた上に首輪かい、首輪。まあよろしい、誰か守護星殿をこれ。はい、マルセちゃん、僕でいいですか、ウサギさん。いいよじゃあそこに立ってください。ゆめ子はな、サクリアを得たいと念じるのじゃ。なんでタンタン声がないんだろうね。
どうかマルセル様、緑のサクリアをお授けください。緑のサクリアよ、エトワールの求めるままに満ち溢れよ。入った。あ、トゥルージェムの中にサクリアが吸い込まれていったよ。ああ、まるで稲妻が走ったみたいに見えたぜ。うんうん、これで緑のサクリアが溜まったぞ。あとは聖獣の宇宙へ行って育成を行いたい時に使うんだな。なるほどね。まあ今流行りのデリバリーですね、これは。まさに。あ、トゥルージェムにはな、いくつも同時にサクリアを貯められるんじゃ。効率的に宇宙を育成できるぞよ。うん。すごい、これで聖獣の宇宙が救われるんだ。よかったわね、レイチェル。もうみんな喜んで。はい、アンジェリークも我が女王もどんなにか喜ぶでしょう。九つのサクリアのトゥルージェム、これが石板の神器の真の姿だったのですね。いや、驚きました。それを目覚めさせたのは伝説のエトワールというわけだ。うん。さあ、それじゃ早速陛下が待ってる聖獣の宇宙へ。ちょっと待って、レイチェル。彼女はこれからもこちらの聖地へ来るのでしょう。案内しなくていいかしら。あ、そうでした。どうする？さあ行きましょう。慎重の聖地を案内していただきましょう。お願いします。はい、ぜひご案内お願いします。それじゃあ陛下、お言葉に甘えます。え、いくらでも甘えてちょうだい。せっかくだから守護聖の誰かにお願いしましょう。誰かな、指名できるか、それともリュミエールとオリビアにお願いするわね。いいですね。了解。さあ、私たちがエスコートするよ。それでは参りましょうか。参ろう。髪長いコンビで今回はね、案内してもらいました。他の方々もここで一旦解散にいたしましょう。執務室へお戻りください。神庁の聖地をご案内しましょう。ここは宮殿で、先ほどの広間が謁見の間です。ロザリアとお話できますよ。こっちの聖地のことで何か相談があればロザリアに声をかけるんだね。まあどういう内容の相談事になるんでしょうかね。はい、説明書も見ながら行くか。次に同じく宮殿の中に守護聖の執務室があります。私たちは平日の日中には主に自分の執務室で過ごしています。はいはいはい、執務室ね。いつでも訪ねてきてくださいね。もし執務の都合で留守にしていたらすみませんけれど、他の方に助力をお願いしてください。それから、どの曜日と日の曜日は執務はお休み。プライベートな要件だけ受け付けるよ。うん。プライベートな要件って？今度ゆっくり教えてあげる。さ、執務室に入ってみよっか。はい。恋愛重視でもやっていけるということですね。これは今まで通り。オスカ、お邪魔しますね。日当たり良好。よう、来たな、お嬢ちゃん。ここが俺の執務室だ。失礼します、オスカ様。執務室では
さっきみたいにサクリアの排除ができるよ、ね、ここでもらい受けて向こうに移動して放つわけだね、サクリアを。それだけじゃない、俺とお嬢ちゃんにとってもっと重要なこと、互いの理解を深めることもできる。何言ってんのあんた、騙されちゃダメだよ。ダメか。使命についての相談や助力など執務室であなたのお話を伺うということなのですよ。何でも打ち明けてくださいね。はい、まあ、ここはなんか久しぶりに初期のアンジェリークな感じですよね、うん、お話ししてして水でもあげられる。そういうことだ。お嬢ちゃん、俺たちのことは仲間だと思って頼りにしてくれ。気をつけていくんだぜ。はい、ありがとうございます、オスカー様。さて、今日はここまでにしとこうかな。他の場所に行く機会もそのうちあるかもね。それでは謁見のままでお送りしましょう。はい、大きく2箇所か、身長のところで。それじゃあ行こうか。エトワール、タンタン、準備はいい？その名が定着してもしもうたか、鬱な気分じゃわい。そうだ、レイチェル様、私と一緒に酒税を見学してた女の子たちはどうしてるんですか？あのまま見学を続けてるよ。普通の女の子たちにとっては普通の社会見学で終わったってとこ。そうなんだ。あ、そうだそうだよ、エイミーとネネにはせめてお別れを言いたかったな、うん、そもそもエイミーは何者だ。エイミーすごい大人びてたけどさ、え、あの子も学生だったの？同じ、あ、年齢書いてあった、18歳。あー、ちょっと上だね。18歳にも見えないよね。赤木律子だと思ったからね。何しろあなたに贈り物を、この羽のブローチを持って行って、私たちがいつも見守っていること、これを見たら思い出してね。羽ブローチ、あ、リーガートありがとうございます。陛下、聖獣の聖地ってどんなところなんだろう、楽しみだわ。さあ、ではこれから聖獣の聖地に向かって、またそちらでね、どんな世界なのかっていうのを見ていくことになると思いますが、時間的にキリがいいので、まあ次回続きやっていきましょう。さあ、ところで、いつセーブができるんでしょうか、まだ、続けっぱなしでやる必要がありますけれども、一旦ここまでということでね、また次回、見ていただきますと大変嬉しいです。それではここまでにいたしとうございます。ご視聴ありがとうございました。失礼します。